門舌生態のです今日はこのビデオを撮ったのはなぜかというと、えー、私それも美容整形をやっていこうと思いますですのでこれビフォーアフターの動画になるんですけれども、えー、何をしていくかって言ったら、ま、このね、えー、次のね休みの時に、えー、美容整形のお医者さんに見てもらってどこを直せば僕はかっこよくというか若返るのかというのをやっていこうかなと思ってますでとりあえず考えてるのがこのほうれい線わかりますか この、この、この、法令線。法令線のところを少し、えー、っと、加工していこうと思うと、とここの、このデコルテラインのこの髭。こんなおっさんの髭面を見ても仕方がないですけれども、この辺を少し改善していこうかなと考えています。で、この動画を見て、どういう風に変わっていくかっていうのを、えー、メンズエステを受ける人はね、えー、見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、コメント欄に、どういう風なことをやってい、あのー、が 怖いのかとか、そういうのもね、書いてもらうとね、ちょっとね、面白おかしく見れるんじゃないかなと思います。で、ちなみに、えー、僕の、えー、紹介、門絶生態三つの部の紹介で、えー、奈良県下にある、えー、ピュアさん、エステティックサロンピュアさんっていうのがあるんですけども、そこにしてやると10%オフになります。絶対門絶生態三つの部の名前を出してください。本当に割引されます。なので、えっ、ー、と、 でも、た、確か初回だけ10%だったかな。10%割引になりますから、とりあえずやってみて、あの、行きたいと考えている人、これを見て、えー、考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。とりあえずまた、こ、この、このデコルテラインと、このほもしくはちょっとここのリフトアップなんかもね、ちょっとしてみようかなと思ってます。なのでね、この動画を見てもらって、えー、ちょっと受けてみたいなと思った人は、 ならの、ね、エステティックサロンピュアさんにあの僕提携してますからあの、まあ、昔からのお客さんなんですね実は、えー、もう20年来のお客さんで、えー、当店でもうまあまあ浮きに来る人なんですけども今まで美容整形してなかったのかっていう方がおかしいって言われたぐらい、えー、なんですねまあまあいいですけれどもとりあえずそれでねやっていこうかなと思いますからあの僕のね変わりをちょっとね美容整形でどう変わっていくのか、えー、ちょっと見ていただければ面白いんじゃないかなと思います では、これからまたやっていきますがとりあえずはじめ美容整形の動画第1弾をお送りいたしました今度から、ね、どうぞまたよろしくお願いいたします門絶整体三つ延でした